不評第八連隊は、第二本帝国陸軍の連隊の一つ。大阪鎮代第四師団の中核部隊であった。明治の陸軍早々期から、ある古参の不評連隊で、佐賀の乱、萩の乱、西南戦争、日露戦争、第一次上海事変、第二次バターン半島攻略戦に参加した。不評第八連隊は、 またも負けたか八連隊。それでは、勲章九連隊の頃合わせという利用と、口数が多く弁舌が立ち、承人気質で損得感情に悟く、かつ、反権力的という、ステレオタイプかつ偏見混じりの大阪承人気質の、イメージとワンセットで語られたことにより、大阪の兵隊は、弱いという風説が生まれた。しかし、実際に、第八連隊は、 特段負け戦をしておらず、また背後にそびえる、酒月家だけや滝連山を使った、厳しい訓練や演習で、丹波の鬼、山岳戦の篠山連隊と恐れられ、信頼された篠山不評第70連隊の直径母体にもなっており、決して弱かったわけではなく、大阪賃大時代の西南の役に連隊が従事した際には、明治天皇より先行五ヶ章の象徴を、 日本軍で唯一賜るという偉業を達している。太平洋戦争時のバターンコレヒドール攻略戦においても第八連隊は奮戦勝利しており、軍司令官の本間正春中将から謝意を述べられている。編成地と所在地が大阪ではあるが、所属する隊員には奈良県をはじめとした近畿の各府県や徳島県など他の府県出身者、仕事で、 大阪に出て、大阪で、徴兵検査を受けた大阪府外出身者も、含まれていた。これは士官にも該当することであり、当然他の連帯にも当てはまることである。この利用は、第四師団を創設した当初から言われており、谷沢栄一は、徳富祖法が、近代日本国民史で引用したのが、決定版の役割を果たしたと指摘している。 日本軍解散後の平成になってからも、上記の利用を唱える団体や人物が後を絶たず、新聞社、出版社、知識人にも参見される。大阪と八連隊大阪師団少子を記した、編集した中野君作は、近藤公、小妻南京、祖父江高尾、浅井徳一中央公論者、県民生、柴良太郎、講談社昭和59年10月号、現代における。 小沢わ一谷沢栄一、イーデスハンソンとの提談が取り上げている。谷沢栄一は、自身の連載で、中野の著書を取り上げ、この利用が事実としての根拠が絶無である旨は、今や明白となったとし、自身も厳しく叩かれていると記述している。しかし、鉄造された、架空の聖徳太子を原稿に至っても、頑固に信じている人が少なくないのと、同様、 一旦聞き知った家電を修正するのを好まず拒否するとも記述し、他ならぬ大阪人がこのような見下し後になぜ抵抗せず、むしろ口々に言い伝えた理由を詮索すべきである。と指摘し、ゴーストップ事件と関一の主導による大阪城再建時に一転させられた第四師団に対し、私ども大阪人はこの一応は、 自虐的な言い回しの影に隠れて、実は陸軍への反感を共有したのである。との自説を解陳している。中野は、自身も従軍した、伊藤圭一、兵隊たちの陸軍士、角田ふ子、一切夢に、ご座校にもこの利用が取り上げられていると指摘しており、それらは、関孝介が、 現代史研究会の現代史研究第7集で発表した日本一弱かった手段という文章を引用し記述を展開している。伊藤慶一は文春新書若き世代に語る日中戦争で連帯にも県民性があったと指摘し大阪の兵隊は大阪人らしく確実に負けると分かっているときは無理をせず勝てる見込みが出てきたら反撃する。 やはり合理的というのか、頭のいい戦い方をしました。関西の舞台には何が何でも戦って玉砕するという考えはないかもしれません。やむなく玉砕することはあったにしても、との意見を語っている石原慎太郎は大阪の不評第八連隊は弱いので有名だったけれどもと語り、唐沢俊一や木村正雄などは、 この利用が事実との前提で戦争や徴兵制について語っている。自身も第8連隊に所属していた東勲オによれば日本に滞在していたイギリス人学者のゴードン・スミスがイギリスのモーニング・クロニクルに大阪人の気質との記事を寄稿し大阪の兵隊は弱腰だと下げ済まれていた。それゆえ大阪の若い世代はこの度のロシアとの戦いで お名を注ぎ、栄誉を得なければと必死の覚悟をし、南山での戦いにおいて凄まじい気力を発揮することになったとの記述を指摘し、この利用の影響が強かったと指摘している。大阪と八連隊大阪師団少子を記した、編集した中野は、心ない人々によって、根も葉もない俗用の濡れ衣をかぶせられたまま、国難に準じられた不八出身者及び、俗用のため迷惑をこむっておられる。 大阪出身諸部隊と大阪人の冤罪は、誰に訴えたらその潔白を認めてくれるのでしょうか。純真素朴な気持ちで同胞の身代わりとなって、死んでゆかれた、幾万の人々のお気持ちを察するとき、万感胸に迫りこらえきれぬものがあって、この書を書き残しましたと後書きに記している。AB 自身が八連隊に所属していた、東勲は、九連隊に続き、 敵の台場が10連隊という利用の存在を記している日本経済新聞2007年8月23日長官、東ずまを実は勝ってた8連隊。不評第8連隊市1982年8月15日、収録、元第8連隊所属軍人等関係者によって刊行された、また当詞では総ページ630ページのうち五分の一を咲いて、 この利用に対する反論を行っている。ABC 中野君作、大阪と八連隊大阪市団少市、ハット ABCPHP、歴史街道2006年7月号、谷沢栄一の日本史闇鍋から、またとも負けたか八連隊文春新書、若き世代に語る、日中戦争 P55 文芸春秋社、文芸春秋2010年9月号、 戦場の父から届いた75通の手紙、石原慎太郎、のりこ P220 気違いがわかる男、ネスカフェゴールドブレンド、唐沢俊一ホームページ日記2004年2月2日、この人に聞きたいマガジン Q。ありがとうございます。